何か起こったに違いない。無線が故障したんだ。サボってるのを見つけたらアルキングに手足を一本ずつ引きちぎってもらうわ。こりゃまずい。なんだって？全員やられちまってる。ああ、あの忌々しい負け犬のカーマリ男で。今すぐここへヘリを呼んで。屋根にもっと人手がいるわ。入り口もセントリーガンで防御して。奴が死ぬまであなたたちの誰一人戻ってくるんじゃないわよ。わかった？感染者だ。どこにいる？感染者じゃねえよ、ジョーカーだ。ハレが連れてきた。奴らお前が死体になるまでここを離れない。彼女ここにどうやって侵入した？俺なら素直に白状するな。バットマンはこんなに優しくないぜ。俺が知るわけねえだろ。うわっ、ハレは思ったより賢いぜ。それはどうかな。バットコンピューターを見てみよう。いい考えだ。建物を封鎖した。感染者を把握するまでは誰も出られない。侵入したアラームも警告もない。声紋認証はどうした？かもしれないな。ハッキングされた跡はない。奴らがまだここにいれば顔認識ソフトウェアが探し出す。捕らえた。アルバート・キングはワイルドウエストの舞台セットにいる。再起に向けて準備中らしい。クリスティーナが幽霊屋敷の舞台セットへ連れて行かれた。ハーレーが護衛をつけている。カリスマは音響ステージにいる。一体何を企んでいるんだ。安全なとこへ連れてってやる。冗談でしょ？特等席じゃないの。彼女に何かしたらハーレーが殺すぞ。はあ、彼の言う通りよ。私がどういう扱いを受けたかバットマンが知ったら、あなたはただじゃ済まないわ。それからあなたも、はあ、あなたは大丈夫。でもあなたと、あなたは確実。ちょっとは公平になるわ。とにかくバットマンがあんたたちを片付けたら、私と彼はここでやっと二人きりになれるわ。だからグズグズしないで、彼がどんなに私を欲しがってるか証明させて。だそうだ。行こうぜ。あいつを殺すことなかったろ。バットマンは私のものよ。彼女は俺の何が気に食わないんだ。俺も君の捕虜なのに。彼女を官房に戻そう。ジェイソン、お前は死んだはずだ。バットマン、君かい？バットマンはお前を助けには来ないぞ、ジェイソン。来るさ。もう6ヶ月じゃないか、ジェイソン。そろそろ現実を見たらどう？黙れ。威勢がいいな。お前は本当にあのコウモリ男そっくりだ。何の慰めにもならんがな。なぜさっさと殺さない？いやいやいや、殺すつもりはないさ。まだ今のところはな。お前は今や俺の相棒だ。想像してみろ、お前と俺が町へ飛び出して派手に戦う。いろんな奴らとまさに最強のコンビだ。バットとやつの新しい子分みたいにな。バットは違う。そうかい？
じゃあこれはバットマンじゃないっていうのか？おかしいな。このとんがった耳が決定的な証拠だ。やめろ。この写真は見せたくなかったんだけどな。いや本当さ。でもまあ君を落ち着かせるにはこれしかない。傷つくのは分かってるが、時には心を鬼にしなければならないんだよ。これで最後だ。正規の対決だぞ。お勉強の準備はいかばった？何から始める？殴り合いの基本の力ってのはどうだ？何も言わないのか？強くて寡黙なタイプってか。まあいい。お前は苦痛に泣き叫び、ひざまずいて許しを請うんだ。覚悟しておけよ。ここには何があるんだ？起きろ起きろ。どうした？痛い目に遭うと思ってるのか？まさか俺は悪党なんかじゃない。とんでもない。バットマンだ。奴はお前を捨てたんだ。いらなくなったかわいそうな子犬みたいにな。あの子を連れ帰っていい？ねえパパ、お願いお願い、絶対ちゃんと面倒見るから。お前が喜ぶなら何でもあげるよ、お姫様。でも飼い主がお前だと分かるようにしなさい。あの子がまたここに戻されるのは嫌だろう？そんなの嫌よパパ。あの子はずっと私のものよ。やめろ、頼む、やめて。カリスマは爆弾のベストを着てる。部屋にはあと5つ爆弾がある。了解。遠慮するなよ。二人分のスペースは十分にある。本当だよ、断言する。ご覧の通り観客は興奮している。爆発してしまうかもね。お前を殺すのはこの俺だよ、バッド。やろうと、やれ。飛んでいこう。さあ、アサイラーみんなが待つアサイラム。アラクデのパラダイス、楽しいのに笑えない。ジョイアダレイッシュ。アンコールなし。あいつがプロの歌手？アルフレッドでさえあいつよりはうまいぞ。よくやったロビン。俺なりの音楽界への貢献さ。さあこの黄金の喉とやらを官房に戻そう。あんたバカね。だから頭脳労働じゃ稼げないの。今のはバットマンの仕業よ。出てきなさいよバットマン。それとも勇気がないの？ほらご覧なさい、バットマンの助っ人よ。あんた取り残されちゃったみたいね。いや俺一人で倒せるって判断さ。バットマンはお前を軽く見てる。同感だね。おお、やられたようだな。あら、それって冗談のつもり？門を開けて。今度は本物だってば。奴を官房に連れ戻そうと考えてるなら思い直しな。こいつの中にはジョーカーがいるの、全員ね。つまりみんな私の、私がいただくわ。そんなことを許すほど俺は無責任じゃないぞ。バットマンは前に一度私からミスター J を奪った。二度とそんなことさせない。聞こえたバットマン？そこにいるのはお見通しよ。ええ。ボスに手出しはさせねえぞ。倒せ。話しなさいコウモリ野郎。ロビン、独房だ。
動くなロビン。彼らを殺したなヘンリー。あーバッド、お気楽なやつだ。人間のいい面を見ようと必死だな。相手が悪いやつだったらなおさらだ。ハリー、ただいま。プログラム改造作動中。おっと、これで誰がセキュリティを改ざんしたか分かっただろう。さて、心優しい君にはお友達と合流してもらう。地獄へ行け。今だ。なかなかやるなヘンリー。次はバットの番だ。進化とは面白いものだ。行く手にどれだけの障害物があろうと常に最も強いものが生き残る。そう、進化論がどんなものか知っているか。アメーバですら進化する。何してるの？遺伝子プールの浄化だ。どちら側に植えればいいかもわからないんだがな。さよなら。おかげで勉強になった。気が変わった。殺せ殺せ殺せ。こいつは想定外だ。こいつはちょっとお楽しみだな。お前が最後のジョーカー。こっちの官房はお前用だ。スケアクローを阻止する。その後自分を隔離する。もし失敗したら俺も止められるかどうかわからない。待て待て待て、そんなことをするんじゃない。すまないブルース、他に方法がない。そうだティム、スケアクローは止める。ブルース様、複数の軍隊があなた様の居場所に近づいているようです。アーカムナイトに見つかりました。俺が何とかするよ。本当ですか？相手は大人数ですが。何とかするって。お前は大丈夫だ。鍛えられたからね君に。そこのナイスガイに何か言うことはあるかい、ジェイソン。俺の名はジェイソン・トッド。誰が憎い？バットマンだ。素晴らしい。無理もないこと。聞いたか、バットマン。こいつはもうお前のガキじゃない。俺のものだ。完全に俺のものだ。好きにさせてもらうよ。おい、改めて聞くが、でっかい秘密ってなんだ？お父さんコウモリの名前か？教えてくれ、その名前を。もちろん、実は。告げ口は我慢ならないね。だから俺は一人が好きなんだ。ネタバレする奴もいないしな。お前も一度やってみろよ。遠慮するな。俺たちのちょっとイカれたゲームに友達を引き込んだら何が起こるか分かるはずだ。おい、何するんだ。正しいこと。
信じろ。あんた気は確かか。話を聞け。力になれる。こんなことしなくても。アルフレッド、アルフレッド、チキシオ、通話を切りやがった。大丈夫ですか？ロビンとの連絡が途絶えました。無事ですか？ああ、通信装置の不具合だ。ロビンならここだ。よかった。最悪の事態を想像していました。そういえばアーカムナイトが戦車部隊を送り、町を封鎖して再び支配しようとしているようです。幸いご要望の武器発電機がアップグレードできております。ありがとう。